油役は8から1935年3月24日は、日本の実業家。別府駅前の油役は八蔵伊予国宇和島城下の、裕福な米問屋の長男として生まれ、家業を継いで、妻、雪をめとる。1888年には27歳で、宇和島町議に当選。30歳の時に、大阪に渡って、米相場で富を築き、別名。 油屋将軍として、羽振りが良かったが、日清戦争後に、相場に失敗して、全財産を失う。35歳の時に、別府に住む亀井玉江という女性に、妻の身を託し、アメリカに渡る。アメリカを放浪の上、現地の教会で、キリスト教の洗礼を受けた後、約3年滞在。帰国後、再度相場市となるが、うまくいかず、年妻を頼って、 別府を訪れる。別府では、1911年、旅人を年頃にせよという新約聖書の言葉を合言葉に、サービス精神の実践として、亀の医療館を創業。1924年には、洋式ホテルに改装して、亀の医ホテルを開業。続いて、バス事業に進出し、1928年1月10日に、亀の医自動車を設立して、 日本初の女性バスガイドによる案内付きの定期、観光バスの運行を開始した。この間、梅田ボンペーラーと共に、別府宣伝協会を立ち上げ、別府おとぎクラブのおとぎ船の活動に参加する中で、自らのもてなしの哲学と、様々な奇抜なアイデアで、別府の宣伝に努め、対象の広重と言われる名優、吉田初三郎と共に、別府の名前を全国へと広げた。 クリスチャンで酒を飲まず、旅館は体を休めるところであり、飲酒をしたいなら外で飲む方の旅館に行ってくれがま蜂の口癖であったため、当時では珍しく種類の提供を行わず、森永製菓の創業者である、森永太一郎が滞在中に酒を注文しようとして、断られ、なおも食い下がる太一郎に向かって、あなたは、子供のための菓子を作っている会社の社長であるのに、 酒が飲めないのかと悔しがるのはおかしいと言い放ったくらいに徹底していた。しかし旅館で禁酒はあまりにも気の毒だという意見が多くなったため清酒は2号、ビールは1本を限度に提供を開始した。今でこそ観光地の売り出しや開発には公費ーーの支出が当たり前な現代とは違い、別府温泉の宣伝は全て熊八個人の資材と借材でまかなわれた。 そのため熊八没後、亀の異自動車や旅館は借金の返済のため、売り払われたが、その行動力と独創力に敬意を込め別府観光の父、別府の恩人として慕われ、別府市民らで油屋熊八王を忍ぶ会が作られている。2007年11月1日にはその偉業を称えて、大分未来信用金庫の依頼により、別府駅前にブロンズ像が建てられた。 そのブロンズ像は、片足で両手を上げ、熊八がまとう温泉マーク入りのマントには、地獄巡りの小鬼がしがみついている。これは制作した彫刻家、辻畑隆子によると、天国から舞い降りた熊八が、やあ、と呼びかけているイメージとのこと。墓は、故郷の宇和島市の三津国寺にある。大分県別府市の別府公園にある。 油役間八の功績を示す石碑別府公園にある油役間八の石踏み。ありがとうございます。